この物語は悪の秘密結社パシテレに出演している48人の怪人たちを正義の味方南まりかがパチンコスロットで倒していき、世界を平和にしていくお話である。さあ今週も始まりました、南まりかの唐突ドロップキックです。見ていただいてありがとうございます。そんな南さんはもう寒くて早くも噛みそうです。さあということで、前回はですね、怪人ニーヤに呼び捨てしちゃった怪人ニーヤさんに負けてしまったんですけれども、最終的にはあれですね、最初は勝ってたのにいつの間にかまくられてしまったということで、やっぱりあの魔女はすごいなと感じました本当にでもすごいいい方で、楽しくやったんですけれども、今回はですね、ぜひ、また勝ちたいなと思います。ですが今回もまた手強いんです。パチスロ界の髪の綺麗なアジアンな人って言ったらわかりますかねということで呼んでみたいと思います。今回の怪人は沖ひかるさんです。どうぞ。はい、どうもー、おはようございます。ありがとうございます。はい、イエス、楽々でございます。ですよね。はい、どう、あ、ですよね何も知らねえ、何言ってんだよ。全然わかんないですけど。はい、どうも、こんにちはお願いします。すいません、お願いします。なんか沖さん元気ですか今日？元気ですよ。大丈夫ですか？まあ、テンションは若干低いですね。本当ですか？なんかね、ちょっと寒いっていうのと、寒いから、あとまあちょっといろいろありましてね。いろいろあって、まあでも大丈夫ですよ。なんやる気はいまいちないですけどね。なんでですか？やる気出してくださいよ。やる気まあ出しますけどね。せっかくですからね。こんなテンションでやってですか？いつも。なんでですか？高いですか？うん、高い。やめてほしい。うん、全然大丈夫ですか？じゃこのテンションで沖さんも頑張ります。あー、痛い。何が？痛。え？ちょー、これ。なんですかこれ？しぼれコルセッツ。どうしたんですかこれ？ちょっとね、腰をやっちゃいましてね。大変でございますよ。大丈夫ですか？おいまだ早い、まだ早い、ね、まだ早いですね。そうですよ。でも腰痛くて大丈夫ですか？大丈夫っていうかね、この東さんの番組に、うん、南です。南、失礼しました。そっか、南です。南か、はい、トンナンシャーペ。北だったら分かるけど、ごめん、俺麻雀やるから。トンナンシャー、なるほど、南です、ね、そうです。なんちゃって、なんです、なんちゃだ、はい、なん三曲、なパーコさん、この人違いますよ。あは違いますよ。これディレクターの笑い方が映っちゃったんです。あ、なるほど、なるほどこういう笑い方しますでしょ。あ、そうですね。でしょ、すっげーもう変態っぽいですよね。変態っぽい。パンツパンツ女スケって何言ってるか分かんないですよね、撮ってる途中とかも。ひどい。な、呪文みたいなことばっか言ってるから。本当に、そうなの？社会人としてどうなのかなって若干引きましたけれども。ひどい、まあね、そんなディレクターのいる番組ですけれども、はい、よろしくお願いします。はいはい。でもあのこの番組腰痛いということですけれども、はい、戦闘シーンあるんですけど。そうっすよ、そこなんすよ、はい、問題は無理。無理？ちょっと奥さん、うん、無理じゃなくて、あのこの番組あの戦闘シーンないと、うん、普通の実践番組知ってるそう、今回は普通の実践番組にしますというのは嘘です。はい、いろいろね、秘策がございますので、ね、本当ですか？ぜひご期待くださいよ。ありがとうございます。イエスイエス、楽々。なんか、はい、ね、すごいあの適当そうな感じ。適当、うん、適当、人生適当、はい、生きてることがもうすみませんって感じ。なんでですか？生まれてすみません頑張ります、はい、でもやっぱり奥さんといえばあの、うん、オキスロだって、はいはい、あれってでもあのレバー叩くときってどこ見たらいいんですか？うんうん、どこ、うん、心の中ですよ心に告知ランプがあるでしょう、皆さん分かるよね、ジャグラー花々好きな方。なるほど、うん、そうここだみたいな。こそう、金、女、金最低だな叩いてますね。ちょっとひどいじゃないですか、うん、それ。そうもうオキスロ打たせたら日本一って聞いてるんですけど、うん、オキスロ、うん、最近打ってない。打ってないの？打ってない、うん、あの僕のことテレビでしか知らない方は ART 気づきのパチスロライターと思われがちなんですけど、うん、はい、基本 ART 打たないし、うるせえから。うるさい？どっちかっていうとパチンコの方が好き、うるせえんだよ ART 機最近の台は。ちょっと待ってください。だって本当に、あ、そうなんですか。うるせえ、パチンコの方が好きなんですよ実は。なんでですか？まあ面白いじゃん。特に何がいいんですか？パチンコ、はい、最近あのボノボノって、はいはい、あれ面白いですよね。意外。私ですね、今日でももうプランを練ってきまして、午後南衛生兵筋骨隆々たる男の戦いたる街道記うちセシムラントス謎。衛生兵、わかりました何言ってるかさっぱりわかりません本当ですか？衛生兵だけ聞こえました。 あれちょっと待ってください、はい、あの沖さんのブログ的に言うと、うん、マジで言う、マジで言う、午前衛生兵の話、はい、
天才南さん俺大好きかも。本当にですか？よく知ってるね、はい、完璧でもうシンクロしました。よかった、今気持ちがやっと、今日はなんか楽しめそうですね。よかったです。ぶねえな。予定調和、予定調和あーってやってねみたいな、みたいなね。知るかお前は。今日はなんかすごい楽しくてそうですね。楽しいですね。腰痛くても大丈夫、はい、大丈夫大丈夫、はい、ということでちょっとルールの方を説明していきたいと思います。ルールはガチンコ自腹の終始勝負、実戦時間は入店から5時間です、うん、パチンコスロットどちらでも OK です。実戦終了時に各変時短 ART 中の場合には終了まで継続して OK となってます。なるほど、はい、わかりました。ルールは OK ですね。 OK です。おい怪人光る、お前が人間の姿でいられるのもあと数時間、覚悟しなさい。何をチョコ材なこと言うてはりますのこの小娘が。ワイの力でいくらでもぶっ倒しますがな、ほんま。いざ勝負。バトルの舞台は東京都八王子市にあるナポレオン。今回の怪人は悪の秘密結社パシテラの適当男こと、ライアーライアーの異名を持つ怪人光る。見かけによらず引きが強い強敵怪人だぜ。果たしてマリカは怪人光るを倒すことができるのだろうか。私の中でまず甘めの機種で出玉を作っておきたいなというのがあるので、今日はですね、仕事にパチンコ行きますよ。とりあえずパチンコ、なんでかって言いましょう、パチスロが2階にあるから、ね、腰が痛いんで、とりあえず腰を温める、まず1階フロアで腰を温めてからの2階フロアないかもしんない、うん、このままパチンコかもしんないけど、とりあえずはですね、僕の最近、ハマっているっていうか結構打ってます必殺仕事人の4行ってきます。とりあえずそっから行こうかな。行くぞタム、頑張れよお前今日。ほら敵がいる、ほら殴れ。よしよしよし。何すんのいきなり。させ、ね、すいませんね、なんかうちのタムが、はい、突然殴られた。申し訳ない、申し訳ないです、はい、ふざけんじゃねえお前は。行くよほら。あ、俺が言ったのか。じゃあ仕事人やろうかな。とんじゃねえよ。え、俺の代とんじゃねえよ。あ、おんちゃんの。ふざけんなよ。いやというわけでとりあえずですね、打ちやすい角台、仕事人。後ろの台がね852ハマってんだよね。だからちょっと狙い目っちゃ狙い目なんすけど、まあでも僕の45なんで。なんなんだよ。なるほど。なんなんだよ。なるほども何も何も言ってないよ。次も見れないし。あ、気のせいですか、はい、なんか言ってませんでした今。何を。向こうも狙い目だって。うん、852だからもうすぐ天井なのよ。ないわ。ちょっと待って。あるよ、心の天井があるんだよ。あ、心の天井が、うん、あるんです。本当にあるんです。なるほど。まあ打つなら打っていいと思いますよ。1050まで。いやです。第4ゾーンだから。なるほど、うん、第4ゾーン、うん、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫、ありがとうございますと適当なことを言ってマリカさんをはめるっていうね、そういうことでございます。打て打て、あんなハマり台絶対出ねえから、うん、絶対出ねえよ。言っとくけど何を言ってるんですかこの人は。心の第4天井ゾーンだって言ってますよ。1500まで行ったら、これね852なんですけど、とんでもない、なんということ、とんでもないオカルトの人だ、怖いよ。さあ怪人光のお手並み拝見だぜ。45回転ってことは ST 終了、 ST じゃないよねこの台、時短終了後即やめだと思うんで、まだ残ってるかもしんない、何かが残ってるかもしんないんで、とりあえず打ちます。決めた、こやつにする。他の台と比べてみても釘の感じがいい感じかなと。やっぱ上がってれば止まっちゃうし、下がってる方がいいかなと思ったので、他の台よりこの方が下がってるかなと感じました。まあこの辺の感じはどこ
コも変わらなかったのでこの辺で見てみました。ここで最近ファンレターをもらい有頂天になっている怪人ヒカルの手下を紹介しておこう。彼の名はタム。何でも言うことを聞く賢いやつだ。じゃないとダメなんですよ。赤くならないと。タムちゃん、ホットコーヒー買ってきて。待て。缶コーヒー、そうそう。タムちゃんの分もいいからあげるから。どうせ貧乏だろうから。うん、そうそうだよね。そうだよね。どうぞ。とっとと行ってきて。とっとと。ね。ブラックじゃないよ、普通のコーヒーだよ、普通のショートの。うんうん、そうお願いします。面白い番組、もうこの時点でもう大好きになりました。まあ本当は隣で歌おうかなと思ったんですけど、ちょっとそれもね前回やってるんで、今回は離れて見守りたいと思います。いきなり来ました。真剣フラッシュ、冒険フラッシュ、真剣だよね。ダメです、ダメだよね。逆回転プラス上フラ、はい、ダメ、はい。まあまあこんな演出でごしゃごしゃ言ってたら喉が潰れますね。あんま喋んなくていいんですけど、プロ根性だよね。喋るよね、なんかあったらね。あの後なんか発展するかもしんねえし、喋るの仕事だし、ね。まあでも本業はライターですよ。一応ギリギリライターですよ。来た、ホットコーヒー。サンキューサンキュー。ホットコーヒー。腰痛いよ、笑って。さすがにこれは番組だから、テレビの収録やってるの知ってるよね。今日今ここで映ってるの知ってるよね。だからお酒飲みながらテレビとか出るのは良くないから、風営法的に。だからコーヒーを買ってこい、とっとと。うぜえんだよ、早く行けよ、行けよ、ほら、おい、使えねえドガキが、なんつって。まあいい人です、あの人はいい人。目指せ5000円以内で大当たりって言ってて、いつもできないんですけど、今日は実現させたいと思います。正直誰も期待してないと思うけど、おとつを救出させて、必殺モードに入れる、これが目標。何割か通常の大当たりより当選確率が低い特格を、通常の大当たりが引けないお前が引けるかが疑問だ。なんだよ、また甘酒かよ。えらいじゃん、冬はやっぱりコーヒーだね。ね。落とすなよ。じゃあもう一回乾杯ね、乾杯乾杯。なんで抹茶ラテが好きなんだ。結構かわいいとこある、結構かわいい、かわいい。そう、調子乗ってんじゃねえよ、向こう行けよ、てめえバカドガキが。これさ、何の番組マジで、これ何やってればいいの俺マジで。まったりだ、揃わない、これ私ほら。いつもするっていくの、私一番最初に打った時以来なんかリーチで当たったことないんです。全部おとつなの。こりゃ今日もダメか。
釘が見れない僕でもちょっときついかなっていうのはあったんで、まあとりあえず移動だね、移動。ちょっと待って、ちょっと様子を。うん、奥さん回んなかったのかな。お、いい台選んでますね。はい、良さそうだったんで、はいはいはい、いいチョイスです。ありがとうございます。あれ褒められた。朝一台あるじゃん。はい、なんだよ言ってよ。朝一台大チャンス、モーニング。はい、モーニングと天井あるから。これないよ。両方あるある。なんか言ってる。こっち移動します。朝一台があったね。モーニングは天井あるとか言い出した。ないよ。やだ、ちょっとやめてくださいよ。自分から行くのはいいけど、人に来られるとすごく嫌ですね。ドキドキする。まさかの、まさかの接近戦だぜ。あと南さん、これやめてもいいよ。なんで？俺がえなるから。ひどい。間違いなく。ひどい。やめてもいいよって、後でやるから。ひどくないですか。やめませんよ。朝一台なんですよこれ、なぜか000なんで縁起がいい。もうゼロが3つ揃ってますからね。もう勝ったも同然じゃん、ある意味。回らなくなっちゃった。なんか奥さんが隣に来たら回らなくなっちゃいました。おい、はい来た。夜大チャンス到来です。はい、ギジリギジリ。はい、おい大丈夫。さあ先に攻撃を仕掛けるのは怪人ヒカルか。はい来た。あります。はい、あります。なくはないです。はい、腰痛。おいおい、今打ち始めたばっかりじゃないか。マリカやばいぞ。おはようございます。あざます。朝一3回転でございます。マジか。やだ、モーニングです。モーニング、やりづらい。はい、どう。はい、コズ。まあよし、まあよしとしよう。いやー、いい仕事した、いい仕事した。よし、はい、よし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 。危ない危ない。どうしよう、いきなり。うぜんだよ、うぜんだよ、うぜえの。おめえやりすぎなんだよ。ありがとう、ありがとう。あるでしょね、モーニング。言ったじゃん、4回転です、4回転です。はいはい、あざます、あざます。4回転で当たっちゃいましたよ。勘弁してくださいよ。さすが引き強怪人、手ごわいぜ。まあまあ、何発ぐらいですかこれ。800発ぐらいですかね。とりあえず一歩リード、一歩リードしました。はい、よかったっす。あ、もう、もう一個、ドン、ドン、おう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 、強い方で。あーたー、見たか、大の引きよ。おう、みなみさんが特格引きましたよ。必殺モードきたー。マジか、やっぱ悪いないかね。やりました。あとを追ってまいりました。何必死になっちゃってるのこの子、何なの。おいおい、有言実行かよ。マリカすごいぞ。とか引いちゃって逆転。頼むぜマリカ。ダメ、やだ、する、する、やめて。あー、マジかー。でもまだ分かんないから。焦る恨みがございます。やめてよ。
ここで学園に昇格させないと、せっかくいた特格が無駄になってしまうぞ。変わって、ファイナルチャンス、変わりますように。8は上がんないの、8と9はダメなの、はい、知らないのそんなことも。ちょっといいじゃないですか、いいじゃないですか。これだから素人は困るよね。8で祈っちゃってんの。でも途中で倒るかもしれないじゃんね。もうダメだよね。ああもう、あ、喋ってる間に時短終わってた。さあマリカ、ここで学園に昇格だ。ダメだったか。早々と大当たりを引いた両者だったが、その後の進展はなし。出玉を減らし続ける。ちょっと一旦気分転換だ。おいおい、気分転換ってどこ行くんだ。一旦気分転換。現段階で南さんと全く同じなんですよ今。全く投資も出玉もほぼもう数十発みたいな、そういう次元でこうデッドヒート、まあ、デッドヒートっていうかカスを1回ずつ引いたっていうね、それだけなんですけど、なんとか1回ね、まずは見せ場、勝ち負けよりもまずは見せ場ですね。正直必殺モード入った時、あ、もうこのまま今日は来たなって思いましたよね。私は正直思いました。あ、今日は幸先いいぞ、こりゃ勝てるんじゃないか。やっぱりその気持ちがダメなのかな、勝てるんじゃないかなって思うとエヴァ開くって。エヴァやりたい、やりたかった。エヴァが開いたのでエヴァに移りたいと思います。まあ弾を増やす前に飲まれちゃったんですけど、せっかく開いたんでこれで勝負しましょう。ちょっと取ってこよう。さあエヴァへ移りましょうか。あれ、あ、さようなら。逃げるんだ、逃げるんだ。違いますよ、もともとのやりたかった機種に移ります。あ、なるほど、はい、わかりました、頑張ってください。はい、はい、失礼いたします。はい、はい、どうも。南衛星へ行ってまいります。こんなゴミみたいな弾持って移動するのはど素人かって。マジひでえ。これ見て、ね、500円分だよ。もったいないじゃないですか。最悪だよ。何言ってるんですか。こんな床に捨ててもいいよ。何言ってるんですか。はい、いいよ、はいはいはい、バブリーな発言。私にはこれも必要なんです。あ、そう、はい、はい、頑張って頑張って。絶対負けねえ。なんてひどい発言、聞きました。今のゴミみたいって言われました。500円だよこれ、500円分だよ。ジュース5本買えるっちゅうねん。絶対負けない。俺ね、500円分の玉持って移動はどうかと思いますよ。マジで人としてどうかと思うんだよな。いやちょっとやばいっすね、僕もね。やりますか。マリカの2代目は CR エヴァンゲリオン7。このエヴァの島の人たちものすごく出玉が多いので、箱を積んでいるので、私もその波に便乗できたらいいなと思います。今日は一人にさせてくれないかい。もうさ、気が散る。あのさ、あの、気が散ってしょうがないんだけど。面白い、面白すぎる。なんだろうあいつマジで。気が散るわ。もう実戦に全く集中できないよ今日は。本当に
面白い番組だよね、これ。これでよく成り立つよね。うわ、もうダメだこの前。わかりました。じゃあですね、一応パチスロライターということなんで、いうことなんでって何失礼な、いうことですんで、上行ってみましょう。ちょっとね、様子見、様子見でございます。ついに本気を出すつもりだな。タム、パチスロ島行くぞ。ついに行くぞ。怪人ヒカル、一体何を撃つつもりなんだ。タム、俺が腰痛いの知ってんだろうよ。肩を貸してよ。そう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 、それでいい、それでいい、そう、そういうこと。マジでありがとうございます。藤子辞める人がいる。偶然藤子辞めようとしてる人がいる。これどう、いいんじゃないの、これいいんじゃないの。この人が辞めたら取った方がいい。とお前、この人が辞めたら失礼になんないように取れよ、マジで。よし、こうやってさりげなくほーっていう感じでタムが取ってくれるはずなんですよね。取った、よし、失礼になんないように取った。さ、すいません、ちょっとよ、ちょっと待って、これがどういう台なのかっていうのが分かんないんで、まずパチスロライターだよ俺、パチスロライターだけど多分ね A タイプなんですよ。でこれ多分ね悪くないんじゃないの。とりあえずじゃあこれ行ってみましょう、行ってみましょう。起きたね、手袋いらねえんだよもう、よーっとよー、肌見せんじゃねえよ、デリケートゾーン見せんじゃないよ本当に。もうね、1万円なくなっちゃいました。おいおい、マリカ頼むぜ。2枚目、でもまだ2枚目ですから、こっから十分にね、ありえるからね。リリリってきてるけど、うわすごいねこれ。あ、これは気持ちいい、これは気持ちいい、これは気持ちいい。これで外れたらマジどうかと思うよ、こんな演出で。何が起こってんのこれ。え、チェリー否定してんじゃん、どういうことよこれ。当たんの、出る、どういうこと、全く意味が分かんないんだけど。はい、あ、あーもうリリリってきてるからね。はい、リリ、これ当たりでしょう、セーフでしょう。はい、ドン、マックスレンド、レッダ、レンダでなんとかかんとか。はい、ドン、赤カットインいただきました。はい、ドン、出る。え、これで外れたら没通今日電話しますけど。で、ですよね、ですよね、そりゃそうだよね。今の演出で外したら没通今日電話だよマジで。はい、赤消えた。はい、あげます。これレグだったら怒るよ。ボーナス確定だぜ。レグだったらタムをぶん殴る。レグだったらタムをぶん殴る。あ、スイカ、なんでここでスイカ。はい、ドン、はい、ドン、何、これ何を意味してんだよこれ。私にはスーパービッグしか似合わないわ。スーパービッグ、マジですか。おはようございます、おはえもんの国からこんにちは。スーパービッグ400何枚取れます。ほら、ほら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 、いい
げろ逃げろマリカ、ほら貴様は死ぬのじゃ。ここまで静かだったバトルが怪人ヒカルのスーパービッグによって大きく動き出す。マリカ大ピンチだぜ。逃げろ逃げろマリカ、死ね、ほら貴様は死ぬのじゃ。逃げろ逃げろ逃げ惑うのじゃ。やったよね。触んじゃねえよ人の髪の毛、これカツラだって知ってんのかよってね。人のおしゃれをやめろよ、ふざけんなよ、ふざけんな。あのお前ちょうどいいタイミングだから敵の南の様子見てこい、ちょっと投資額も聞いてこいよ。よーし、赤保留大チャンスだぜ。これ楽しみ、これもう一個。私は人形じゃない、にゃー、そんなもんか。なんか微妙な展開だな。エヴァ、マリカ大先生がですね、どれぐらいお使いになってどんな展開なのかというすごく気になるところなんですけれども、多分ダメだよね、500円分のパチンコ玉持ってうろうろ移動してるようじゃもうダメだと思いますけどね、今もね、これで逃げ切っちゃえ。もう弾がない、出玉はどうした、飲ましたよ今、教えません、今いくらかな、今いくら投資してるかは教えられません。え、奥さんはいくら投資してるんですか。教えられませんだと。なるほど。あ、来た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 、どうどうよ、え、何、教えてくれない、教えてくれないの、聞けよ、そこを聞くのがおめえの仕事じゃねえかよ。何、ダメ、何これ今胸とか強調してんじゃないよ。あ、そう、じゃあさ、もうこっちも絶対教えんのやめようよ。ムカついてきたよね、あの子ね、ちょっと突き上がってるよね。そうだよね、南さんのこと嫌い、わかりました、やってやりましょう。まずこの藤子を辞めることから始めます。はい、ね、パチンコ行こう、パチンコ後でね、わかりました、ありがとう。とっとと向こう行って、もううざいから、うん、用が終わったらとっとと向こう行って、毎回ね、うん、うざいから、うん、そうそうそう、すげえ、よくできた部下でございます。よし、ステップアップ、金枠で大チャンスだぜ。頼むね頼むね。あ、レイちゃん、レイハイ、これは大当たりの王道パターンだぞ。でもこれで期待とか、あ、何番かはちょっと分かんないみたいですけど、まだ、これで役者が全て揃ったな。素敵、大重視だよ、しんじくん、頑張って頑張って、
マジかよ。またまただよ。もういいとこなしだよ。もうずっと。はい、何かがあります。あ、入った。これ外れたら歩通橋電話パターンだよね。大丈夫だよね。もう狙います。え、レグ揃って全く気づかなかった今レグが揃ってること。なんでみんなこんなに出てるんでしょうね。引きが強いからだよ。それにしてもすっげーな。あ、これが皆さんお任せしました。レグ後はセクシータイムというね、50ゲーム間の RT に突入するわけですね。弱い。おおおお、あるよこれ。何これ。飛ばすわよが来ました。はい、来た。三連チェリーでございます。おいおい、無限 RT に突入したらマリカ負け確定だぞ。おい、はい、ドン。うわ、ダメ、終了。まあ、セクシー中に戻さなくても。どうしたら当たると思います？なの知るか。最近本当にこれを設立に考えてて、こんだけやってもほら収支がねマイナスでしょ。で、一度も大きく跳ね上がったことがないので、何がいけないのかなってどう思います？正直何の言葉も出てきやせん。ちょっとね、パチスロの気分じゃないんだよね。またパチンコか。背中も痛いしね。あ、いた。ちょっと下行こうかな。あれ、タムはタム。いないよな。どこ行ったんだろう。どうしようかね、これね。そろそろ来てほしい。そろそろ。だいぶ寒いですね。時に限ってタムがいないんだよね。何なんだよあいつマジで。あ、いたよお前。何やってんだよお前。俺が必要な時にいないでどうすんのよ。いられん時にばっか来てんじゃないよ。パチスロ打ってたの？あ、俺が打ってると思ったの？打たねえよ。ちょ、フレーム空いてるわ。これこれどう？どうよ、フレーム空いてる？おめえ首見れねえのにゴシャ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 言ってんじゃねえよ。俺が見るんだろ。ここ見んのは素人ね。ここを見んのプロは。うん、さっぱりわかんない、さっぱりわかんない、マジで。俺見れないんすよ、見れないんすよ。
だからデータ的にだね下がって上がって下がってるっていう。で今800ハマってるのは必然なわけ。こう行ってるから。だから次またこう行くんだよ。当たったらわかるかい？それが海。それが海の波ね。海だけにね波。あれ？敵の南がキョトンとした顔で。ギョトンとした顔でこっちを見てやがるの。ドハマリエバ打ってるくせに。奥さん、ドハマリエバ打ってるくせにで。仕事に。よし。なんで？あれ？あれ？あれあれあれ？俺は情報教えねえから。でも一緒ですよね。俺、北斗でフリーズ引いたの。それで、え？本当に？1800枚一撃で出て、もう流しちゃったのよ。本当に？え、だってさっきまで仕事にやってたじゃないですか。だから上で北斗でフリーズ引いて一撃1800枚でまあしょぼいなと思ったけど、まあゴミよりはいいだろうと思って流して、まあ要するに500円分の玉持ってうろうろしてる人には負けないよっていう、そういうことだから。マジきつい。そういうことなの。わかります。私だって負けませんよ。見ててください。負けてんじゃん。わかりました。ひどい。さあフェイクをかましましたんでね、相当焦ると思いますよ。フリーズなんか引くわけないじゃんね。そんなね、だいたい北斗にフリーズあるかどうか知らないし、実は知らない。させあんなに結構あれなんだね、のほほんとしている風でしてないんだね。紆余曲折ありましたけれども、ようやく母なる海に戻ることができましてね、こっから喋りますよ。こっからが本番でございます。もうやだ、全然エヴァを楽しめていない感があるんですけど。プライベートでは勝てて、実戦で勝てないマリカ、トホホです。ですよね、これ見慣れた光景だよ。3万円目って大体いつも3万円入れるでしょみたいな、入れなかったらどうしたのって。から電話、一瞬待ってください。お疲れっす。おいーす。はーい。キムさんから、木村魚拓大先生から電話でね、ちょっと仕事。あっ、お前何やってんだよ。人何、回してた。何のために回してんの。だからそんな知って、ハンドル回したら球が飛ぶことぐらい俺は知ってるよ。もう余計な、あのさ、必要な時にいないで、ね、不必要な時にばっか出るやつ、なんていうか知ってる？デクノボーのバカ。最後まで諦めなければ、この間のリングもそうだけど、ね、だから今日も諦めずにちょっと頑張りますね。ちょっと弱い演出ステージが。周りはすごくいいんですけど。おっと、ドルフィン来ましたよ。おいおい、マリカやべえぞ。はい、魚。これ魚なら大チャンス。もう一丁。はい、ドン。はい、来た。おはようもタイム。はい、どう、まだ行きます、行きます、行きます。はい、クソー、やられたぜ。おはようも、マジ嬉しい。
よしよしよし、バレないようにバレないように。うまいよね俺マジで。へい、確変大当たりでマリカを引き離す怪人ヒカル。マリカ勝てるか。えどう、やっぱ南マリカだけに南に逃げるんだね。えどう、おれおれおれ、ちょやってみる。タウンもいいよ。出ねえのかよ。下手くそだな、こうやんの。おい、まだ来るか。おい、はい、こっち、ほらよ。出ちゃったんですか。なんで。あのね、今日、まあ、オープニング等々で言った通り相当腰を僕痛めてまして、生まれて初めて腰に注射をしてこの撮影に臨んだわけですけれどもね、こんな適当な立ち回りで体調超不良、こんな僕が勝っちゃっていいですかね。このままだと多分勝つ気がするんですけど、どうなんでしょう。大丈夫ですか南さん。あ、赤。あー、でもだよ。マリカ、信じるんだ。信じれば必ずチャンスはやってくる。これの次。ドーン。次。これ。お。スイカ。確かにスイカですよ。何かを育てるってのはいいぞ。いたばったけど。分かってる。楽しい。ああ、もう早い。あ、さあ、行けマリカ。またか。ああ。またかよ。もう少しさ、期待させてよ。シンクロって結構お願い。さあマリカ、エヴァを動かすんだ。こんなところで足踏みしてらっしゃるのよ。そうだよ。だからさっさとさっさと動け動いて。やったぜマリカ。バトル終了間際に突角を引き反撃に出るマリカ。怪人ヒカルとの収支差はおよそ28,000円。果たして追いつき追い越すことができるのか。いや、出目もやばくなってきたこれ。どうした、何当たった、核兵、核兵、ふざけんなよこれ。これやばいじゃん。あれどういうスペックなの、知らないだろ。俺も知らないんだよ。どれぐらいの爆発力あるか分かんないけど、ちょっとやばいね。頑張らないとこの格好。あ、ちょ、魚ない、はい、さっき。これさ、もしサメ揃ったらあんたが来たタイミングが悪いんだぜマジ。あ、うわ、最悪です、最悪。よし、このまま終わってしまえ。魚、はい、ゴズ、さすがにダメだ、諦めた。走ることを祈るしかない。はい、走ラズ。いいぞいいぞ。まだでもね、わかんないですよ。黄色から始まってるよ。はい、もう一丁。おいおい、ここで核変に昇格してしまうのか。ああ、危ない危ない。ダメだね。ない。
しマリカ当たったぞ。さあ核兵昇格を祈るんだ。おし、やったぜマリカ、その調子。やった、見たか、大の木をやっとです。お待たせしました。バトル終了まで20分切ったぞ。このまま全て飲まれて終わってしまえ。おっと久々。はい、魚。あ、本当に魚、本当魚だけど、これはきついだろうな。多分当たんないですね。はい、当たりました。はい、当たりました。くっそー手ごわいぜ。危ない危ない危ない。今の外れるパターンだったっすけどね。バトル終了まで残り15分。果たして勝つのは怪人ヒカルか南マリカか、どっちだ。今回の実践ホールは東京都八王子市にあるナポレオン。最新台はもちろん、充実したラインナップの1パシ5スロ10スロコーナーは必見。出玉は大移動共有が可能です。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。はい、ということで実践終了しました。はい、お疲れ様でした。お疲れもんでございました。お疲れもん、あざました。なんかかましてあざました。なあ、やだ。あのさ、うん、ちゅうかさ、はい、すっげー寒いじゃん。はい、なんでさここでやる理由あんの、マジで。ド S だからです。お月様とかすげーよこれ。それはね、屋上だぜこれ。マイナス2度ですから。だよね。あ、ちょっと言い過ぎた。2度2度普通の2度2度2度ってね。はいはい、コーヒーに2度わかんないんだよね、この辺の世代はね。今はまあいいや。いや、はい、どうぞ。はい、じゃあね、早速結果発表していきたいと思います。はいはい、まずは私からいきたいと思います。はい、じゃん、少なということで短いです。そうなんですよ、まあ、あの仕事に打って、まあ、ちょっと当たったんですけど、うん、全部飲まれてエヴァ行きまして、ここが可愛かったんだよね。500円分のさパチンコ玉を持ってさ、ちょろ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 行ってんだよ。可愛らしかったよね。ここもベストショット、今回の ベストシーンです。僕の心に一番残りました。はい、え、結構なんかどぎついこと言われたんですけど。いやいや、あれはまあ一応テレビ的なことです。なるほど。あれはまあもうね、本当に非常に良かったです。ありがとうございます。はい、すいません、すいません、どうぞ。はい、どうぞ。まあ、ということで、まあ、結局2回で終わりました。はい、3手上についてなかった。あれはあの暴走モードからだったんで。暴走から。そういうことなんです。こっちの方も、はい、あの特化からだよね。そうそうそう、実際ね、私それしか当たり引けないんです。ね、長くなるからさ、使うのやめようよ、そういうのね。お互いやめましょう。はい、続きまして、私沖ひかるの、あ、まあまだ、まあ、これあるんですね。これあるんですね。はい、マイナス2万円でした。ジャスティ？はい、お演技いいね。ジャスティ、ジャスティ。あ、でもあれですよね、奥さんは、うん、あの、うん、各編続いてましたよね。続いてました。延長戦突入しました、ね。そうですよね。知らないでしょ結果。知らないです。そうよね。はい、じゃあこちら行きましょう。ドシン。はい、こちら。お、長い。特にここの、ここね。そんなに続いたんですか？亀あんこ、亀三四一、たカニタコあんこってね。もう魚屋状態。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。こんなことやんのサービスだよ。あの北斗揃いって嘘だったんだ。うん、北斗揃いして一撃1800万。え、嘘だったの。うん、そうだよ。ひどい。北斗のほの字もないですよ。大人って怖え。1800枚とかさ、微妙にこう取れそうな、うん、そうでしょ。5000枚とか言わなかったじゃん。そうだから信じたのかなと思って。信じました。いやいや、あ、それで結果、投資15500、はい、回収が286枚。これ藤子ちゃんね、はい、海で11741個、結果36000プラスジャスティ。いやいいよね、ジャスティ気持ちいいよ。季節外れのアイリス。やだ、もうやだ、この大丈夫に負けた。怪人ヒカルに惨敗し、これで2連敗。その引きの弱さ、なんとかしろ。アイリスオーヤマ。アイリスオーヤマ、ダジャレ好きですか。いや、特にダジャレとかじゃないですよ。え、これ文学、文学、文学、そんな文学、文学。やっぱパーコさんがね、どっかにいらっしゃる。もういい、タメ口になり始めた。これはガチで怒っている証拠。怒ってないですよ、ね、わかりました。もうやられたい放題です。はい、お疲れでした。はい、
ちょっと勝手に終わらせないでください。間違いますか。皆さんね、また次回も見てくださいね。じゃんけんぽん。これいる？え？あのさ、寒いからさ、早くもう戻りたいんだけど。いるのこれ？な、いりますよ。いるんだ。一応全部。分かった。パーコだだけに。パー。うまい。さんさん。